じゃあ行きましょう。はい、インターネットキラリンで、キラリンのところはこっちに2で2人が行くので、はい、キラリンまではもうこれ基本みたいなやんないで大丈夫です。あ、わかりました、はい、とりあえずインターネットキラワンショットは、はい、撮っていきましょう。ニヤニヤすんな。いやだってニヤニヤしてる。いやだってなんかこんなに、はいはい、こんなに教えてくれるんだろう。俺らはいいんだろう。すいません。でも普段と違うことをやってるわけですから、はいはい、すごいです。新人 AD に言うのと同じことを言ってます。あ、分かりました。はい、はい、すいません。いきますよ。ヤグさんはワンショットで、はい、2でキラリン2、はい、でいきます。5秒前4、3。インターネットをご覧の皆様、こんにちは。こんばんは。おっさんですが、ヤングです。おじいさんです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。キラリン。さあ、ということで、始まりましたがね、はい、レオコさん、はい、なんか気になることあります？めちゃめちゃあります。ありますよね。はい、今見ていただいている方はわからないと思いますけど、はい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 、私からの視界がいつもとあまりに違います。カメラマンの人がね、本当、はい、まさか今日収録してね、カメラの後ろにこんなやつがいるとは思わなかったです。私その前の収録でいたのかなと思ったら、うんうん、なるほど、あ、つながりでね、はい、なんか撮ってて、はい、と思った。入れ違いで帰られるんだと思った。はいはいはい、違います。ステイし続けてますこれから、ね、ちょっと伊藤さん、はい、俺もちょっと写真撮らせてもらっていいですか？なんで今なんですか？私も撮ろう。じゃあ撮ろうな、これな、これ。パンコみたいな。どっち写していいか分かんなくなるから。違う、これほらライブの時にさ、出演するさバンドの人たちが客の人写したりするじゃんか。はい、あ、たまにありますよね。そう、ありがとうみたいな感じで。一人しかいないのに。そう。いや、客なんですか？あ、違った。客ではなかったですけど、ね。むしろヤングさんがお金払ってるんですよね。いやいや、今日のギャラは、はい、この後赤からに飲みに行くっていう。赤からなんで赤から行くんですか？ちょっと赤くて辛くて、ね、キャバ嬢じゃないですか。うま辛いやつ食べようかなっていうね。そんな感じでやってますが、ね、お便りやっていきましょうよ。今日はカメラに伊藤がいますね。総会でございます。めっちゃやりづらいですね。はい、ね、すごいやりづらいですよ。頑張っていきましょう、ね、先輩が回してるんですよ、私にとっては。そうですよ、ね、先輩がカメラを、俺だって姉勝さんが回しとったら嫌やで。嫌ですよね。絶対嫌、絶対嫌。今1年生ですから、カメラマンは。いや、AD だと謙虚な感じ出すんじゃねえぞ。しかもその上下上まで黒くて、いや本当、あれもちょっとネタ含みでやってますから。あ、俺カメラマンやってますみたいなことですか？カメラマンだったらっていうね、もうコスプレみたいなもんですから。なんか可愛いシャツ着てますしね。そう、パックマンの、ね、のやつね。森本さん、はい、お便り行きましょうよ。行きましょうか、はい、なんかもうこのお便りのチョイスすら試されてる感じです。ちょっと嫌ですよね。お前一発目何読むんだいみたいな。じゃあいいですか、はい、行かせていただきます。よろしくお願いします。はい、ホットニュース、はいはい、読ませていただきましょう。はい、はい、まずネルネーム、島根県松江市の、ボンゾザグレートさんからのお便りでございます。はい、ヤングさん、レオコさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は伊藤さんもおります。ネルネーム、島根県松江市のボンゾザグレートさんです。あ、グレートです。ボンゾザグレートって言ってます。うん、はい、NHK ラジオ、リアルタイムで聞きました。六角さん、ヤングさん、パチンコ、ロック。平日の朝に一番遠いイメージの中、どんなことになるのかとても楽しみにしておりました。六角さんのゲストの良さを引き出そうとする包み込むようなトーク、ヤングさんの特に9時台後半のさながら哲学者のような人生観に満ちたお話、NHK の女子アナもうっとりだったのでは。音楽への造形も相まって、これからラジオの仕事の依頼が殺到するのではないか。目指せ令和の渋谷陽一。今更ヤングさんが渋谷陽一目指す。ヤングさん遠くに行かんで、冗談はさておき、ヤングさん3位での来店の予定はないですか？最近島根でもいろいろな方が来られています。先日やんちゃもぶぎってました。言い方またカニ食いついでに3位にも来てごしない。はい、はい、ありがとうございます。むしろ後ろはとても別に全然冗談さておきとは言ってますけど、はい、あの NHK ラジオ出てきました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、大きな声では言えないんですけど、はい、ちょっと大問題発言がありまして、え、振り返り視聴もカットされてるんですけど、カットされてる、振り返り視聴もね、はいはい、なかったかのことになってるんですけど、もしかしてですけど、これのあれですか？これのあれです。私ちょっとリアルタイムで聞けなくて、
ツイッターのタイムラインを追ってたんですよ、はい、今のはどうなんだどうなんだどうなんだ、まさにそれです。ちょっとざわついてましたね、はい、はい、広志ヤングさんはその、まあ、制作会社やってその、はい、YouTube って言わないです、NHK、はい、動画配信の方、ね、YouTube って言っちゃダメなんですか、ね、うわ難しい、NHK、動画配信の方で背景にたくさんのレコードや CD 映ってますけど、はい、うん、すごいですねみたいな話になって、うんうんうん、はい、全部パチンコで買った金で買いましたって言ったら言ったら渾身のギャグ俺何人ギャグじゃないんだ、人を人ばけですよね、はい、あのプロデューサーの人が般若、はい、のような形相で入ってこられまして、だいぶピリッとしたってい う, うわ、大人になってもそういうことありますね感じのことがあって、はい、まあ、ちょっとあったんですけど、はい、まあ、あの振り返り視聴分は、はい、そこはまるっとカットしてお届けするっていうことでまるっとカットされてましたか、お手間をかけてしまいましたね、そんなことがございまして、はい、まあでもなんとか無事に、アナウンサーの人も大変だったよ、あそこなんかゴニョゴニョってごまかしてくれたよね、うんうん、あでもアナウンサーの人分かるんだ、ピンとすぐなんか、まあ勝ったはダメだろって言われてたんじゃないの、勝った負けたまではいいんです、あの NHK さんは相当なんか多分もともと俺が出ない以前だいぶピリピリした感じもあって、あ発言には気をつけてくださいよって、はいはいはい、出演するまで大人の人が入れ替わり立ち替わり3人来ては今日ちょっと気をつけてくださいねって言われるんで、どこまで気をつけ、はい、よくわかんないじゃない、うん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 、でその後、あでも自由な感じでやっていただいていいんでって全員に言われるんですよ、ストップ&なんかあのアクセルみたいなさ、ブレーキってかけたとこれどっちどっちみたいな感じになって、まあ、僕もちょっと上がってたんでしょうね、勝った負けたって言ってもらうのはいいんです、うん、はい、いいんですって言われてたから、はい、そう何かに変わってるってことがね、何かを購入できてしまったってことがダメなんだ、いろいろね、デリケートな、いよ負けたは大丈夫なんですよ、あ遊戯代金としてこう、はいはいはい、こう包まれていく感じがするから、うんうん、遊び賃としてね、うんうん、勝ったってなるとねこれがね、うん、本当なるほどね、ええ、だいぶあの居心地悪かったんです、うわ反省したんです ね, ね、はい、なんかあのタイムライン追ってる感じ、うん、そのパチンコの話の時は多分そういうブレーキが多すぎてヤングさんがこう伸び伸びしてなかったけど、なのにやらかすっていうねさで音楽の話になった途端水枝魚のような話だったっていう噂は小耳に挟んでおりますよいやそんな大変なんですね NHK って、だってでもレオコン前ラジオやってたじゃん、ラジオ日本やってました、ラジオ日本やってましたけど、俺一回ゲスト呼んでもらったもんね、来ていただいて、うん、私あのすっごいいい時間帯ラジオやらせて、6時からだっけ、いやあのね9時です、あ9時だ、日曜9時、あの巨人戦の後です、あナイターの後のやつで、ナイター終わってその後なんかそのラジオの担当のディレクターの人がレオコの大ファンでみたいな感じで、あ1年ぐらいですか、半年か、いや結構やってました、もう 2,3 年やってましたよ、 2,3 年やってその産休取るタイミングでお休みすると、あ そんな時やったのか、そのタイミングで終わっちゃったんですけど、なるほど、ありました、いやもう30分にすっごい笑っちゃうぐらい詰め込んでますよ、寝台の話する、でパチンコ関係の歌かける、でゲスト来たらゲストの話聞く、上弦さんの話が長すぎるおおおおなんだその巻き込まれなできますよ俺確か T-REX の曲リクエストしたと思う、はい、あそうそうそう、あのパチンコでなんか台使われてたんだよね、あった、怪獣のやつ、うん、あのサミーのなんだっけあれ、ガオガオなんとかじゃなくて、ガオガオキングみたいな、なんかその怪獣のねサミーのやつ、20センチュリーボーイかなんかが使われてて、そうそうそう使われたんですよ、だからつって俺大好きだからつってかけてもらったもんね、うん、レオコのラジオだから、ね、ラジオ楽しいですよ、でもあのプロデューサーの方がすっごい偉い人 で,、うんうん、でその人がすごいもうギャンブル狂いなんですよね、だからもうパチンコライター詳しくて、うん、あの人ゲストに呼びたい、あの人ゲストに呼びたい、あの人ゲストに呼びたいって、なんかね山ほどあるんですよ、あのもう定年前のやりたい放題やったれみたいな感じがあの人な、もともとなんか日テレの方で、そう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 、で一回その日テレでその方がやってる番組のレギュラーにねじ込まれそうになったことが、最初にそれがあったんですよ、サンドウィッチマンさんと誰かがやる番組があって、でいやパチンコじゃない、全くない、ね、うん、全くない番組のここにいっぱいその女子大生とかグラビアアイドルの、あひな壇のひな壇座ってると、あガヤや、え、うん、どこで出るんだみたいな女子大生パチンコライターってな、分からん、そこに座るのかどこに座るのか何をするのかも分かんなくて、え私パチンコの話しかできないんですけど大丈夫ですかって聞いたんですよ、うんうん、そしたらそれを
パチンコの番組以外は出ないって受け取られちゃったあっていう風な齟齬があって惜しかったな。でその話がなくなって、うん、でしばらくしたらラジオに移動になったんで、ラジオでパチンコの話やりませんかでなったんですよ。だからもしその時私が食い気味に何でもやりますって言ってたら、よくわからん女子大生とかグラビアアイドルに紛れて見つけて座った可能性ありますよね。最前列にな、ミニスカートで座っとる人かもしれんかったかもしれんかったんですよ。そうですそうです、ね、ちょっと不安を口に出してしまったばっかりに。はい、え、六角さんからのなんかあれはなんかあったんですか。ヤングちゃんやっちゃったねみたいなのかわかんないですけどなんかあちら側のあれは気になったのかなって、ちょっと裏話はちょっと聞いた話だった、うん、すごいフォローはしてもらって、うん、大丈夫大丈夫大丈夫だからっつって、うんうんうん、で聞いた話はその後反省会もあった時に、はい、六角さんすごいフォローをしてもらって、で俺もなんかすいませんでしたみたいなメールはしてたんだけど、はい、大丈夫気にしないでいいよって、うんいう話は聞いてたんですけど、うん、ちょうどね、うん、六角さん大きなライブがあったんで、その日はラジオが終わった後、うん、リハだったんですよ、うんうんうん、でそれはリハを取り仕切ってるさあ福島くんですよ、そのバンバンバザーそう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 、うんうん、にまたライブあったら見に行った時に聞いたら、うんうん、リハ来た途端さもうあいつやりやがってよってやってくれちゃってよあいつちょっと言われたっていう、でもまあなんとかなったみたいな話で、リハの間中そのヤングの話で持ち切りでヤングさんがここまで俺はそれで、うん、それでことのデカさを知ったっていうのが、これは相当なやらかしやったよなって、ここまで言われることないですよね。うん、なんか結構ねこの NHK ラジオの話は結構届いてて、結構聞いてくれてた。そうなんですよ。あ、そのちょっと途中まで紹介してもいいですか。はい、ネルネーム、ミスター K さん、はい、ヤングさん、レオコさん、税道の社員の皆さんこんにちは、はい、またはこんばんは、はい、収録日の10月3日に誕生日を迎えるものです。何の縁かと、カネさんと同じ誕生日。あ、そうなんですか。あ、そうですか。ごめんな、いらん情報。いやいや、おめでとうございます僕の友達の誕生日。なんだったら、はい、今日ですもんね。はい、そうです。おめでとうございます。後で LINE しよういいですね。はい、何かの縁かと思いますので初メールいたしました。はい、先日ヤングさんがゲスト出演された NHK ラジオふんわり、ラジコで拝聴しました。多分ラジコじゃないと思いますけど、ラジルラジルかね、うん、はい、パーソナリティ六角誠治さんの口から非常に野良犬感漂う大崎一万発さん、いや岩窟王みたいな、一岡くんなど、ね、これ岩窟王ですよね番組や配信をすごく見ている方ならではのワードが数々がさらっと飛び出し楽しく拝聴させていただきました。中でも一番刺さったのは六角さんの年を取ってくると平凡な瞬間が耐えられなくなるという言葉でした。で、私も平凡体制が低くなったのか、はたまたその逆か、最近パチンコを打つときは入賞時フラッシュ超激アツなど当たりがチャッカーに入れば分かるカスタムを設定しています。しかしながら台によっては先ローリングもしていないのにドゥランダル保留が出てきたり、剣フラもしてないのにラオウと戦わせてじゃあ当たるのかといえば結局外れたりと、当たらないことが分かっている高信頼度演出を延々見せられるという不満がすごいですね平板を超えた虚無を感じさせられる台もあり、何のために 99% 設定していると思っているのかと呆れることが多々あります。はいはい、平凡な時間の過ごし方についてヤングさんはラジオでも少し話されていましたが、レオコさんやスタジオの皆様はいかがなされていますでしょうかと。なるほどなるほど、うん、平凡な時間が耐えられなくなると、うん、だからへそデカが流行るんですよ。そうですね、うんうんうん、サク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 、やっぱ 99% のと普通のとちょっとやっぱ相性悪いですよね、うんうんうん、でもその変動時間合わせなきゃいけないから、そう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 、ね、うん、しょうがないから、なんかそこはなんかムービーとか見せればいいんじゃないかって思いましたけど、 あらすじとかあのラウンド中、花の刑事とかラウンド中にストーリー出るじゃないですか、ね、私あれ見て泣いちゃうんですよ。ああ、なるほど、大好きなんですよ、はいはいはい、あのあれ好きなんですけど、あの沖ヒカルも、うん、あのバジリスクなんか見たこともないのに、うん、あの祝言引いて泣いたっつって、うん、あの沖さんがそうそうそう、そう、刑事何で泣くの、はぁ、あ、刑事ってなんかあんの、泣くとめっちゃありますよ。刑事なんてもう涙涙の、お風が笑って泣くみたいなことですか。お待つおこですよ、おこですよ、もうやめときます鬼や、鬼がおるって、ね、おふは耳をそがされてる、あ、そう、うん、もう耳そぐの嫌やって、うんうん、あとやっぱ大盤入賞した時のええ感じやって、うん、でも刑事も泣くとこしかないぐらいありますから、っていう、皆さん見てくださってますよ、はい、うん、ラジオの反響ありましたもんね、かなりね、うん、いっぱいいろんなとこから LINE が
来ました来ました来ました。やっぱりその言っちゃいけないことについて、あ、それは一部ありましたけどあれやっちゃったなみたいな感じの人もいましたけど、はいはい、ね、本当なんかじゃあ差し上げましょう。あ、はい、ね、ね、まずね、じゃあボンザグレイトさん、はい、お、それ新しくないですか？うん、分からない。前からあるんだよ。あります？出てないんだよ。レア度が高かったやつ、はいはい、見たことない。チャンネルのキーホルダー、はい、こちらと、あとは、平板のミスター K さん、はい、ミスター K さん、はい、これはね、岸本さんと僕がね今一番余ってるやつ、ね、そう、今一番余ってるし、ね、あの本当か、うん、これ逆なんですよ。なんか俺が怒って岸本さんがさやせーみたいになってるけど、逆ですよ、うん、本来は ね、うん、なんだか朝から虫の居所がっつって本当ね今日も切れてたんですか？今日も今日も本当に、え、なんなん、うん、え、これなんか朝ですよ、こんなの使わないでいいですけど、うん、みんないるときに、うん、お前お尻の声どうなん、治ったんと、ちゃんと治ったんでったなんか入院してましたよね。お前もうお尻のこといじられるの一番嫌なんだよ、うん俺 もう最近なんかケツいじりされるとすげえイラッとするんですよ。もう面倒いってこと？えぇ、ってなって、もうあまり喋れないじゃん。喋れない、喋れない。あまりに聞かれすぎて嫌になっちゃったの？いや、じゃあそうやって聞いたら、うん、朝から虫の居所があって言って知るかってなったよ。やばやばいよ、ダダ漏れちゃってんですよ、本当。本当にやばいよ、本当にやばいよね。だ俺は嫁はんは本当すごい、いやすごい成人、いや本当本当成人だわ。え、そりゃ寝取られるわ確かに、うん、そりゃストレスの吐け口けど、ね、うん、寝取られる、いや、そりゃ寝取られる、うん、うん、逆にね、あ、今日そうじゃなくあってほしいけどな。だってそれも心配してたもんな、前飲んだ時な。あ、今日子誰か寝取られてんじゃないかって。僕セックス下手くそなんでって言って。いやー、多分そこじゃないよ。嫁さん誰か浮気するんじゃないか、ちょっと心配なんですよみたいな。あ、そこじゃない。そこじゃないでしょ。そこじゃないんですって。家に気分屋がいるって最悪だな最悪だよ、最悪。もしくは家ですごくおとなしく過ごされてるんじゃないですか。ああ、まんちゃんパターンや、はいはい、な、ここで家庭の顔が裏の顔どうも大崎一万発ですってなるほどね、まあ、だったらね、いいんですけど、なんか似てんすよ、なんか、あ、で、馬が合うんだ。家庭ではうまいことは、はいはいはい、猫かぶってて、なるほどなるほど。外出ると、ほんと、あの、どうしようもない自我をだだ漏らして、外弁慶ってやつですね。そうです、そうです、うんうん、あの外弁慶です。なるほど外弁慶もそれおかしいけど、あれ、そう、そう、でも、うちではもう借りてきた猫のようになってますよ。なるほど、まあ、そうであってほしいという気持ちですよ。うちに気分焼いたらもうゾッとしちゃう。おお。岸本さんにも何かあげてくださいあ、これあげたらいいですよ、大崎さんのキーホルダー。あ、岸本さんには、じゃあ岸本さん特別ですよ。やったやった。岸本さんにはまんぱっちゃんのキーホルダーあげます。やったありがとうございます。やったって何ありがとうございますじゃねえよ大好きなんだな、まんぱっさんが。じゃあどんどん行きましょうか、はい、どんどん行きましょうか。じゃあでは次のお便り紹介したいと思います、はい。ネルネームスカラベさんからのお便りでございます。来ました、スカラベさん、常連。いつも楽しく拝見しております、はい。9月27日放送の探偵ナイトスクープは見ましたでしょうか。がんで余命1ヶ月のおばあちゃんの最後の願いを叶えてあげたいという依頼でした。その依頼がパチンコ打ちたい、常連であったパチンコ店で閉店後に打てることとなりました。その嬉しそうな顔、打っている姿になぜかすごく感動しました。私の中でのハイライトはパチンコ店に入店する前に探偵がいっぱい出しやと言うと、おばあちゃんは家建てたると返答したところです。ちなみに打っていた台は雨海の 3R でした家建てるの大変な家は大変ないやもう全部がいい話ですね。なんか噂には小耳には挟んでるんですけど、うん、見てはないんですよね。あ、そうだ、そうそうそう、俺もまだ見れてないんですよ。見れてないんですよ。すごい良かったっていう話なんで、ね、うん、俺はいや見ようと思ってるんですけど、多分、うん、ABC さんだよね、うん、静岡さん。あ、そうです。で、閉店後に、うん、なんか特別にっていう感じで、うん、っていうのでやられて、うん、かなりエモかったっていうのは聞いたんで、うん、俺この後見ようかなと思ったんですけど、どう見ようかなぐらい思ってたんです。俺てっきりレオコは見たもんだと思ってこれを読んだんだと思ったら、うんうん、まさかの2人とも見てないんだ。いや私はヤングが見たかなと思ってごめんなさい。でも紹介見る気はあったんです。気にはなってる。私も見る気はあるんです。いろんな人からも送られてきた。見る気はあるんですよ。ちょっとやっぱ忙しいですからね。伊藤さんは5連休中だよ見たか見てないかですよ見てないです。なんでだよ。
いやまあありますよね。本当に5連休で見てくださいね。そうですね。ちょうど時間伊藤5連休中に見ようぜ。はい。最後の夢なんかあります？パチンコじゃないと思いますけど。いやどうだろう。なんかそんなしなかったっけ前。あなんかあいやよくないやつ。よくそう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 。よくない話だ。なんかねお薬そうそうそう。こういう話でね。そう琵琶湖の話まで持ち出したからな。いやそれだって正解だ。そう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 。でろくなことにはならんかったって話。でもその時はそうそっちじゃなったじゃないですか。でも今思ったらこうしたままこうしてみたらどうなるんだろうって。だから音とか絵とかすごいわけじゃないですか。すごいのかな。いや外れたらプッチンじゃって台ぶち壊し始めますよ、ね、うん、ハンマーおじさん爆弾ですよ。でなんか見たことない色とか音とか聞こえるのかなと思って。なんかポキューンとかどう聞こえるんだろう。お前も忘れてよそんな話またもう一回な。なあったなって言ったから。あったあった、うん、ちょっと気にはなるな。俺は若い頃だったら死ぬ前には天下一品を食べたいって今は別に思わないです、うんうんうん、あ、シャカシャカブームあります。結構でかいいいやつ、うん、スカラベちゃん、スカラベちゃん多分シールも持ってると思いますから。あ確かに、はいはい、うん、これをあげます。やっぱ、はいはい、いいの送ってきますね、はい、うん、さあということでね今回は、カメラは伊藤みたいなこともありつつ、あと3回ありますからね。あと3回カメラがいますから。でも伊藤ですからね。すごい伊藤さん消してますよね存在、うん、ね、すごいプロ意識が高い。ちゃんとやってましたよ。そうすごい。できてた。あ、よかったよかった、うん、ね、じゃあ皆さん実習以降も、うん、伊藤のカメラワークにもご注目ください、はい、ということで今回この辺でお別れでございます。ご視聴いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。